アライアンス会長ジム・クロケットパシックレスリング先生ラリアットジャンボラリアット今の戦いは1対間違いないですねそうですね、我々が何しろナンバーワンパワーさん八吉明ピンフォールの対戦だからね、はい、何はという意気込みを見せた間の日本上陸なんですけれども肉体をロードウォーリアーズ得意の立体殺法に出てくるかどうか多分の攻撃放送席サイドジャイアントババさんの解説でありますアニマルのガールド超高層合体ラリアットもあるがフォークちょっと汗で滑ってるがチョップださあ5連コンビだオリンピックイヤーださあタグを統一するジャンピング2を打ってジャンボラリアットさあ超合体ラリアットか超合体殺法かさあフライングフライングラリアットそのままカウントサブレフリーの和田恭平が飛び込んでまいりましたサブレフリーの和田恭平が飛び込んできたメインレフリーの城井口は場外を攻撃したのはザ・ロード・ウォーリアーズでありますが今メインレフリーの城井口が中に入ってきてベルトを今度は五輪コンビに渡しました五輪コンビに渡すインタータグのベルトはどうなのかおっと怒ったのはアニマルとフォーク怒ったのはアニマルとフォークゴングがガンガンガン